なんだここ。暗いな。暗いというか、このライト、バッテリー、なぜかバッテリー式。まあ、すぐ、また、電源つくんだけど、定期的に切れちゃうんだよな。誰もいない?OK。誰もいないと分かってても嫌だな、こういうところ。服、あ、出口。待てよ、まだ階段があったね。こっちか。お。え。どこにいた?え、今誰に見られた?わからん。ちょっと出よう、こっから。さて、元の入り口に来たが、あの兵士はまだいるのかな?いるな、一人なのかな。一人なら撃ってみてもいいんだけど、せっかく渡されたし撃ってみるか。ヘルメットしてた。なるほど、そりゃ警戒するよな。ヘルメットが転がってきた。今のバンカーの中にちょっと戻ろう。で、このバンカーの反対側から出ることができたから、一旦サプライ地点に行ってみるか。壁越しにちょっと警戒されるのは謎だけど。ああ、これ主にバンカーの入り口周辺の汚染が強いな。ここだ。ヘリコプターが落ちてると。敵もいた。ちょっと汚染が強い。しゃあない、ちょっとあいつをテイクダウンしよう。あかん、あかん、ちょっと敵が多い。結構いた。下がろう。やばい。今どう考えても見られてたと思うんだけど、意外とバレないみたい。1キルしたから、こっちから行くか。サイレンサー付きの武器とか渡してほしかった。
から見られてんだ。わかんないな。どっか抜け道ないかな、他に。あ、こっちに抜け道あったのかな。ちょ、戻ろ。あ、抜け道ではないけど、この辺も歩ける。大したアイテムはないけど、向こう側に行けるかな。どこだ敵。あ、そこにいた。こっち向いてんな。反対側向いてくんないかな。さっき発砲して警戒した敵がおそらく3人ぐらいいたと思うんだけど、警戒状態みたいな感じにはなんないんだ。うわ、奥にもいるな。おーっと、危ねえ。どうしよう。しょっぱなむずいぞ、このゲーム。こっち側から、回り込め、フェンスがあるんだよね。フェンスが、フェンスの境目ないか。あった。スポットとかがなさそうだから、目視で敵をある程度発見しないといけないんだな。これ、苦しもがく兵士から声が出ないのは、まだバグなのか、まだ収録していないのか。セミオートマティックカービン。何？この人たちね、NAR っていう兵士さんらしいんだけど、バイオロックディザフラーがないと拾えない。なんだそれ。なんかそういう認証システムでも使ってんのかな。いた、あそこか。あともう一人こっち側にもいたよね。真横から殴れるかな。あ、後ろに回れるな。せいや。せっかくいい武器持ってるのに、ダメなのか。あ、兵士がなんかアイテム持ってた。せめて使えない武器でも持って帰って、解体とかできればいいのに。でよ、さっきの兵士からの遺品回収の前に、見られるのが嫌だから、あの兵士も首絞めしておこう。あともう一人歩いてる兵士がいた気がするんだけど。あ、そこにいた。だがちょっと待って。よし、いけるかな、こいつ。急に振り向くのだけはやめてくれよ。はいよ。とても違和感。何も声を上げずに、死んでいく。この人たちが持ってる武器はカービンライフルなのになぜかリボルバーの弾を持ってるっていう。かっこいい。何そのリロード。
りあえず20マイクロシーベルト以下なら行動可能で、こいつ、あ、こいつ首絞めできるか、横回れるか、いや撃っちゃうか。メットつけてんのずるいぞ。拾えないと。この一帯はこれでクリアか。まあ兵士を倒したところで今のところ大したアイテムはいただけませんと。フードレーション、ケミカル、ファーストエイド、ああそうだ、ハーブも持ってるけどもったいないかな。飯食ったら回復すん、あ、使えないと。これも多分料理系か。あ、しまった、ファーストエイドを使う前にまず放射能ダメージを取り除かないとダメなんだった。なんか天気悪くなってきてるような、なんかある。そう、兵士がね点在してんのになんか兵士同士で会話を交わしているわけでもないから場所が分かりにくいな、自分で見つけないと。まあちょっと敵に警戒されてもすぐ草むらとかに隠れて目くらましができるから、よっぽどなことがない限り見つかりはしないでしょう。お、なんだここ囲まれてる。なんだあれ、誰だあれ。なんだフォールアウトとかにいたような、なんだ光しものかあれ。緑に光ってるけど、ちょっとリボルバー一丁で相手になる気はしないな。っていうか目的地からだんだん遠ざかってるから早くサプライの方に。あ、意外と近い、近いけどこの辺兵士、いい兵士いた。そこで立ち止まっちゃうの。横からスニークキルできるかな。せいや、あ、横からの方が素早い。これは拾えないと。でさっき見た限りあと2人いたはず。そこに1人でしょ。待って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 、どこに目ついてんだ。わ、二人が向かい合ってんのかあれ。参ったな。くそ、あのカービンライフルが使えればこっちのもんなのに。出血覚悟でやるしかないか。だってこいつテイクダウンしてる間に見られるような、まあ物は試しだ。せい、あ、違う、ここだ。あれあれ。なんでバレない。まあまあ早期アクセスゲームなんで、まだ敵の AI もね、まあこんなお粗末な状態で
あるんでしょう。余裕でテイクだ。え、一人だよね。いや、撃っちゃおう。待て待て待て、汚染ダメージが食らっちゃう。ヘルメットがね、首元狙ってみるか。え、買った。あ、ちょっと。え、待て。あ、いて。え、強っ。ていうか、なんか喋ろ。やっぱ、ヘルメットしてても頭狙うべきだったが。やばい。回復アイテムがない。今、素材しかない。そして敵はもう一人いたな。裏側から回るか。ちょっとめんどくさいけど。待って。まだいた？敵はなんだ？死体を見、わ、二人いるし。やめとこう。死体を見ても警戒する類の人たちじゃないのか、もしかして。残り2ゲージの体力じゃ、汚染ダメージで余裕で死んじゃうな。あそこに一人。あの敵はね、こっちに振り返ることがあるんだよね。振り返った。ちょっと待って、汚染が強いよ。し、今のうちに。はっ。まあもう体力はもうないんだ。汚染ダメージを受けようと。体力がすでにない場所をダメージ受けてるだけだ。さて、もうあいつは何発かお見舞いしたはずだから、もういけるはず。よし。汚染がどちゃぐそに強い。で、サプライ。オッケー。クエストコンプリート。最初のクエストをクリアした。ポータルジェネレーター使ってお家に帰りなさいと。いや、よくリボルバー1丁で。もうちょっとなんかさ、いい武器を果たしてくれてもいいだろう、オリバー。アントンの恨みをここで晴らされてる、ひょっとして。オッケー、とりあえず、クリアはしたんで、帰りましょう。これで、ほっ。ポータルみたい。